はい、皆さんこんにちは、カツオとカツオクです。今回はですね、こちらの自転車でゆるポタに行こうと思います。カラクルの S という折りたたみの小径車でございます。これ私が乗らせていただこうと、カツオクさんがねお借りしているのがこちらでございます。つい最近までね、カラクルコージーというねロードバイク並みの折りたたみの小径車をねお借りしてたんですけれども、とっても良かったですね。はい、良かったです。それをですねお返ししてこちらのカラクル S をねお借りして、またちょっと楽しんでいこうと思います。加速さん、意気込みはいかがでしょうか。カラクルコージーのカーボンと違ってアルミになるので、ちょっとした登りがどんな感じか楽しみです。そうですね、それほどねがっつりちょっと行かなくて、はい、ちょっとカフェライド的に行きつつ、場合によってはピンコ袋もね入れてますので、折りたたんで電車で帰ってこようかなと思うんですけれども、はい、今回のねカラクレースはスーツケースの中にもね入ってしまうぐらい世界最小のね折りたたみのサイズということになってます。はい、まあ、ひとまずねどんな走りを見せてくれるのか楽しみに行ってこようと思います。よろしくお願いします。久しぶりにあのフラットペダル乗りましたけど、フィンディングのように外してしまう感じにね足がなってしまいますね。加藤さん、いかがですか。ちょっと重いね。あ、重いですか。重くない。坂道ちょっと重かったですか。重かった。歩いた方が早いぐらい。早いかも。そうなんだ。こっちはあれでなんか軽い感じがしましたけどね。あ、そう。うん、ブレーキはかかりやすいね。ブレーキはかかりやすいね。変速はきっちり決まってくれる感じがする。うん、変速はいい感じ。ついてるのはティアグラがついてるんですけど、多分ママチャリから初めてこれに乗り換えたら、うん、びっくりするぐらい、ギアがカチカチって決まって、あ、すげえなって感じがね、するかもしれないですね。阪神競馬場ですね、中津浜線でございます。ここから自転車専用道路で青いラインが入ってます。今日はね、秘密のこれをちょっと入れてます。30分ぐらいでもちょっと溶けかけなので、ちょっともう飲んでしまいましょう。カラクル S もこれはこれで楽しい感じやね。うん、うん、けどこれは6個はちょっと私は無理やな。あ、そうなんや。なんか俺はいけそうな気がするな。そう、なんかしんどい、全然進まへんって感じ。歩く方が早いと思ったらしんどい。そうなんや。やっぱりちょっとでもホイールが大きい方が進みが早いし。どうなんやろね。うん、なんかやっぱりこの前の方が軽いって感じがする。うん、フロントシングルやから、うん、34で、あ、やったらやったらそれは楽やと思う。うん、もっと遅くなっちゃう。平坦は楽、楽、平坦は楽やね。うん、気持ちいいです。でマジでなんかブレーキがなんか油圧並みに止まるような気がする。止まる止まる。気のせいなんやろ。うん、リムブレーキもこれぐらい止まればなんかいいのにね。ね、いいのにね。ゼリー凍らせるのおすすめ。めちゃ美味しいこれ。美味しいね。あ、そんななくなる。まだ凍ってるから。あ、そうなん。これもうほとんどもうないから全部飲んどきます。では向こう側サイクリングルート行きましょうか。うん、フラットペダルに慣れない感じです。慣れないね。慣れない。信号の時絶対足ずらすもん。うん、クリート外すように。うん、向こう側サイクリングロード、なんか早く走らなきゃいけないみたいな気負いもなく、まあ、一般的にはなんかこういうやつの方がマーケット層が多いでしょうね、きっとね。なんか剛性感がしっかりしてるような気がして安心して走れますね。まあ、段差はねそれなりに振動がきますけどね。まあ、これ空気圧の関係かもしれないです。割とねカチカチでカチカチで入れてくださってましたので、特に今回は空気圧を下げたりねすることなく、一番初めてなのでこれで乗ってます。でこのハンドルの左右に端っこについてるあのこのクワガタみたいなやつね、これね、これね、なんかここ持つと結構ちょっと楽ですね。あるのとないのとでは随分違う感じ。加藤さん、お加減はいかがですか。平坦はいい感じ。平坦はいい感じ。うん、登りちょっとねなんか遅かったから、どうかな、登れたらこっちの方がコンパクトになるからいいんやけどね。多分これはフロントシングルなのかな、フロントダブルにできるのかね。まあ50でちょっと上りは加藤さんにとってはねきつかったかなって感じですね。私のついてるやつはクランクが52がついてますけどね、そんなにまあ重たいというか、普通のロードバイクのスプロケット28で登ってるような感じだったわ。あ、たまに来る日陰が心地よい。うん、快適やな、向こう側サイクリングロード。ロードバイクの時はなんかちょっと道が狭いなとかいろいろね
ピードが出ちゃうぞ、なんとなく。そういうふうな思いもありましたけどね。こうやってのんびり走る分には、すごいいい道ですね。海まで来ましたけど、暑いですね。暑い、暑い。塩分チャージしときましょう。うん。止めて。スタンドがあるのが忘れるな。スタンドめっちゃ便利やな、これ。いわゆる阪神しまなみ海道というやつでございます。正面が六甲山です。右側が尼崎大阪方面で、左側が神戸方面ですね。いや気持ちいいっすね。ヨットが出てます、左側。あ、うん。西宮大橋です。六甲山はちょっと 雲の中って感じかな、うん、天気が変わりやすいんやろ ねうっかりなんか上に登ったら雨がざっと降りそうな気配もあるするね。ちょっとお腹空いてきた。お腹空いたね。ここがまさに芦屋浜、まさにゆるポタ的な感じ。カツオクさんのここいいです、ねねね、念願のゆるポタの感じ。結構涼しい風が吹くよね。乗ってたらいいねんけど、じっとすると。結構便利。ここに入れてて、今日たまたまドライバー持ってて。ごちそうさまでした。お口の中がペペロンチーノいっぱいでございます。いっぱいでした、はい、結構この先も登ってますね。登ってます登ってますね。これなんかあの映え写真撮れそうです。映え写真撮ります。これ緩そうに見えて 7% になってる。 7% なんの？マジか。この自転車道なかなかですね。ねえ、分かりやすい。うん、ガタガタしてなくていい、ね、ガタガタしてなくていいです。はい、じゃあ到着いたしました。いたしました。 JR の住吉駅。はい、はい、もう普段だったらあのロードバイクだったら絶対に乗って帰る、絶対乗って帰るところですけど、無理する必要もないもん。カツオクさんたってのご希望でここから輪行するということなので輪行したいと思います。はい、はい、では輪行の段取りをいきたいと思います。これが輪行袋になってますので、これが輪行袋になってます。はい、この辺だったような気がする。はい。これをまずちょっと上に上げる感じ。この辺まで上げて、それから、これがね、こうして、こう。そしたら、こう曲げながら、こういう感じですね。それから、ここは外します。これがこうですね。それからこれが下に降りていくと、これを外れました。これちょっと置いときます。はい。それからこれロックを外して、こうしてこことここが磁石でパチッと、はい、いきますので、これでも外れない。はい。サドルの位置が若干ちょっとこっち側ですね。そうするとこう持てる。持ちやすい。それから、ここをちょっとこうしといたら、はい、これで転がせます。よし、こうです。すげえ、入る。すげえ、入った。ここに入ったら、なんか自由に、ね、買い物ができます。
あと家に帰るだけでございます。なかなかやっぱ輪行はね、慣れが必要ですね。輪行、折りたたむのも解除するのもね、はい、慣れが必要でございました。